ADK とか東急とかそれ以下のそういうところはね、とにかくオリンピックの仕事にかめたっていうのを実績が残れば自分たちの会社の株が上がる。それを例えばホームページとかに掲載できる。今後のいろいろなイベントの競合の時にうちはオリンピックやりましたからって、まあほとんど実際やってないんだけど、でも一応は言えるわけです。だそういうのが欲しくってこれに飛びついたっていう、僕はそういう形だと思ってるんですよね。じゃあなんでこういうことが起きるのかっていうと、まあ、僕はずっと言ってきたけど、とにかく電通に全て任せっきりだから、電通の言いなりだったわけですよ。組織委員会の中の人たちっていうのも名前もいっぱい出てるけれども、実際でも彼らはじゃあなんかスポーツイベントを動かす能力、知見ですよね、経験があるかって言ったら何もないわけ。そうなると全部電通に任せるしかない。ニューズオポエドスタートです。戸籍制度っていうのは運用してるのはもう日本だけだと思います。本政権入って残っていたのは中国、韓国、台湾とか東アジアの一部の国なんですね。でこれはまず前提として皆さんに知っていただきたいのは、日本においても実はこれ特殊っていうか最近のことなんですよ。なぜかというと戸籍制度が運用されてるのは実は明治以降です。戸籍制度の戸って戸締まりの戸ですよね。個人の戸ではないんですよ。家ごとに管理しやすくしたいんです。国民の側の制度じゃなくて管理をしたい側の制度、これが未だに残ってるのはこの東アジアで日本だけど、中国はね実は2014年にこれ事実上廃止になってるんですよね。台湾は形だけ残ってる、韓国は廃止してる。じゃあ他の国何かというとそもそもありません。そして何が問題なのかというと、この戸籍制度のことによって制度の破綻というか無理が来てしまっている。家単位での婚姻制度をするということで、給付にしろ、例えば生まれた子供にしろ、子に縛られる。ニュースオペエドスタートです。どこの国でもですね、かつてその国のトップにあった人が亡くなってですね、葬式をするっていうね、これは今の権力者の思惑だとか計算が色濃く出るわけですよ。日本でもついこの間ありましたよね、安倍さんが銃弾で倒れてですね亡くなって、岸田さんがですねもう1週間も経たないで国葬にするって言って、後々大変な反対論がですね徐々に引き上がってきてですね、安倍さんの業績も固まらないのに国葬にするとは何事だっつって、結局6割ぐらいの国民が反対した。自民党の保守派、あるいはまあ国内の、ね、まあ、右寄りの保守系の人たちに対する忖度であったわけですよ。これと同じようにですね、今回の中国共産党、まあ、江沢民さん1989年のですね天安門事件、これを意識してるのは間違いないですよね。中国共産党の団結を人々に呼びかけた。そうでないと今自分の足元で非常に揺らいでますからね。ニュースオペエドスタートです。5年間で43兆円っていうね、現行からのね 1.5 倍を超える大変な金額ですよね。これに対してですね、財源はどうするのってのは当然出てくるわけですよ。岸田さんなんかはですね、いろいろ歳出改革ね、捻出するんだっていうようなことを言ってますけども、もちろんそれだけじゃ足んないわけでね、当然増税しなくちゃいけないわけですよ。じゃあ一体何に増税するのかって、これ国民の痛みを伴いますから、むしろ国民の痛みを伴うってことは軍事費がこれ歯止めをなくしてですね、どん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 増えていくってことの一つの防波堤にもなるわけですよ。ところが自民党が増税反対で今大合唱してるかっていうと、これやっぱ選挙が怖いからですよ。来年は統一地方選があるし、2025年ですねまでには参議院とそれから衆議院の任期がね迎えますから、27年までにね先送りしようっていうのは、増税したことが選挙に影響しないようにしよう、我々の自民党にとってですね不利にならないようにしようってことを言ってるわけですよね。そんな無責任な話はないわけで。ニュースオペエドスタートです。森会長が個人の問題だっていうのがまず一つおかしいわけですよね。というのも組織の中の人間のトップとしてその立場があったからこそ何億円ものお金を引っ張られたわけですから、それを個人の問題だと言って片付けるのは厳しい。そしてなぜ森会長がここに来てこの発言をしたかというと、かなり、実は東京地検などに、呼ばれていてですね、犯罪の要件が満たされてると、特にこの談合の官製談合の方ですね、当然ながらターゲットは僕代理店じゃなくて森会長だというふうにも言われております。でそれが認識したんで、まあ、一応今入院をされてるんですけど、そして、出てきてからすぐああいうふうに反論したと。やはり反論せざるを得ない立場にあるというか、まあ、その発言をせざるを得ないというのは、この国民の税金を使ってそして懐を肥やしたと。これは額の問題ではなくて、その行為自体が官製談合ということで罪が重いわけですね。ニュースオペエドスタートです。
IOC は札幌でやりますと、30年はで34年はソルトレイクだということがもう規定路線なんですよね。そのためにはどうするかというと、とにかく札幌が辞退されちゃ困るんで、じゃあもう札幌が辞退できないようにするにはどうしたらいいかと、決定するのを遅れさせればいいんだと。でその間この五輪汚職や五輪談合も収まるだろうと、早く日本はなんとかこれをきれいにしろよという最後の技を使ったというですね。札幌がこの辞退するともうオリンピックをやりたいっていう都市がなくなっちゃうんですよ。だから今度 IOC の方が困ってるわけです。で IOC の方の実は幹部の方に、幹部って言っちゃいけないんだ、IOC の人にも聞いたんですけど、4ヶ月ぐらい前からこのシナリオを言っていましたんで、簡単だよと、34年と一緒に決めちゃえばいいんだと、その間は終わるでしょうと。要するに ロサンゼルスパリもこれ決めましたよね、一緒に。あれもやっぱり IOC での汚職が出ちゃって、ね、日もさっちも行かなくなったんで、ほとぼりが冷めるまで待って2都市同時に決めたんですよ。今回もソルトレイクと札幌を一緒に決めちゃうと、もう30年決まってますから。ニュースアップエドスタートです。オリンピック予算やっぱり増えましたねっていうから、これ私ねおかしいと思うんですけどね、国立競技場の建設費がなんでオリンピックの予算年の中に入るのかっていうのがね、うん、これがもうね頭にきてね、要するに視点の違いですよね。はい、そうですよね、会計検査院にやるといつもこうなってて、省庁とかもオリンピックにまあ、かっこつけてというか、これをきっかけにしてなんかバリアフリー作るのも入りますし、いろんなことを施設を強化しようとか道路良くしようとかってなっていってどんどん増えていくわけですよね。そのフレームワークとしていろんなのつけていくのはそれは勝手ですけど、それを全部オリンピックの予算にしないでよっていうか、経費にしないでよっていう言い分はありますよね。それがだからおっしゃるように選手強化費まで入れられちゃったらね、これおかしいでしょ。だって全然関係ないね、国の代表する選手の強化することとね、オリンピックを開催することは全く別ですよ本来。ニュースオフエイドスタートです。総集編を、はい、ということで、お二人にお好きな作品を3つ選んでいただいたということですので、不甲斐ない36景永田町波風、マスク巻く人、7月29日のものです。ポンクの作品ということです。平林さんが選んだ作品はこちらです、マスク巻く人。こちらは4月15日の あ、こんなしょっちゅう書いてたんですねなるほど。首相の観念ですね、検討士ということです。福本さんご自身はお気に入りのものはありますか？まあ、やっぱりそうやって考えるとマスクがよっぽど好きなんだなと思いましたねあのお二人選ばれなかったんですけど、スタッフの方から今年こんなの書きましたってリスト送ってもらったらですね、もう一枚書いてました。あ、そうなんですねあ、こちらですね。これはですね、やっぱ巻いてる枚数がちょっとまだ遠慮がちですね少ないですね。ニュースオープエドスタートです。アメリカに、訪米をですね、岸田さんが1月にしてですね、はい、その時、バイデンさんへのですね、まあ、お土産として、防衛努力をこれだけ、始めますよということを言いたい。そして5年間で、これまでの 1.5倍、5年間で43兆円ものお金を使う。その多くがですね、まあ、アメリカの新しい、アメリカから武器を買うということに使われるというわけでですね、まず予算規模ありきと、そして、人気が落ちている岸田政権の立て直しのためにばらまくんだということがまず先に来てるんでですね、まあ、国民のためを思うというより先に自分の政権の延命と人気取り、をまあ図っているための予算で、実際にはこれがひどいことになるんだろうと私は思います。ニュースオープエドスタートです。岸田内閣4人目の閣僚を更迭ということなんですけれども、本来は岸田さん内閣改造も検討したと思いますけれども、これ内閣改造するとまた振り出しに戻ってですね、全員いろいろと洗い直されて新しい問題が噴出するので、まあ、それを避けたということだったと思います。岸田内閣の支持率が、まあ、特措強行実施というところから大きく下がって節目となる3割を割り込んでいるわけですね。岸田内閣かなり終末感が強まってるんですけれども、ただこのまますぐ岸田内閣潰れるのかというとなかなかそういう状況にもなってこない。その最大の要因は野党がですね崩壊してしまっているということなんですね、まあ、2023年という野党の再建というのが大きなテーマになるかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。では2本目ですね、東京五輪汚職高